歴史的観点から見た場合、上皇という称号が一般的に定着していることを踏まえる必要があるのではないか、まあ、そういうご意見がございました。それではただいまから天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議第12回の記者ブリーフィングを始めます。退位した天皇の称号については、天皇という文言を伴う称号の場合、新天皇との間で象徴や権威の二重性の問題を弱気する恐れがあるのではないか。歴史的観点から見た場合、上皇という称号が一般的に定着していることを踏まえる必要があるのではないか、まあ、そういうご意見がございました。退位した天皇やその妃の継承について、皇室典範上、天皇皇后太后太后および皇太后の継承が陛下とされていることとの整合性からすれば、陛下がふさわしいのではないかという意見がございました。退位した天皇が崩御した場合におけるご葬儀について、天皇として国家に多大な功労のあった方のご葬儀は大喪の礼がふさわしいのではないかという意見がございました。まだこれが結論とか完全合意を達したというわけではありませんけれども、にじみ出ているところはそういうことであるということであります。